NHK 朝の連続テレビ小説、おかえりモネが29日、最終回を迎えた。同日朝、ネット上では号泣したという声が相次ぎ、おかえりモネがツイッターでトレンド入りした。最終回は、モネ、清原かやが幼馴染に囲まれながら、大震災以降、閉じたままだったサックスケースを開けるところからスタート。震災発生時に島にいなかった後ろめたさから向き合うのが怖かったと話した。バル、その後2年半ぶりに医師で、恋人の菅波、坂口健太郎、とモネは海辺で再会する、という流れだった。ネット上では、最後の方ボロッボロ泣いてたそれぞれが抱える苦しみや葛藤を乗り越えて、みんな最後には笑顔に、素敵な最終回に終始号泣、号泣しっぱなし、と涙を誘われたという声が相次いだ。また幼馴染の漁師、亮、長瀬廉が、父親に見守られながら自分の船で海に出たシーンが放送されたことに感動した人も多く、両親の船のシーン号泣だったわ、両親と新次さんの場面で号泣してしまった、及川親子の笑顔が見られて嬉しかった、といった声もあった。